はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドのカジュアルマッチの方なんですけど、またね、来シーズン以降のルールでこう、当たった人との試合をやっていきます。で、これ相手はゼルネアス入りなので、僕の方は明らかに不利になってしまうと、イベルタルなんでね。いやー、これ困ったけど、こういうのはメタモンで、切り返していきたいんだけど、相手もメタモンいるからさ、メタモンで切り返すの、メタモンでまた止められるみたいな話になると、バチクソにだるいんだが。どうしよっかな。で、S 場考えるとできればドヒドイデを持っていきたいかな。リベルタルドヒドメタモンってやると、ただ磁場コイル死ぬほど重いよな。どうすんだ、これマジで。磁場コマナットで見れなくはないか。で、イベルタルに弱くないから、ナットから入って、あ、じゃあイベルタルじゃない、ゼルネアスね。で、こっち裏、イベルタル、メタモン。いやー、それだとエスバと対面しちゃった時が、えぐいか。いやー、エスバから来るんかなー。イベルタルから入っとくか。ああ。これでいいんじゃない?で、イベルタル、タルで、S 場に対して、ただ初手ダイマックスを切りたくないから、上から殴られながら羽休めする展開でいいかな。で、ゼルネアスにナット引いて、なんかなんとかあるんじゃない ?S 場から来たね。これは、OK。ナットから入んなくて正解だったね。ゼルネアス強烈にこっちが意識するから。で、相手多分ね、ここ殴んないで素直に引きたいと思うんだよな。まあ、一回デスウィンでいいか。デスウィングでもそっか回復するから。挑発。羽から入るのケアした感じかな。うまいな、これ。まあ、デスウィングで殴りながら回復するのとこれ結構致命傷になるんじゃないかな。あ、オッケー。いいダメージ入るね。こうね、玉ダメが後に来るのが鬱陶しいね。あ、でもそれで死ぬか死なないかを瀬戸際の時は結構違うか。まあ。で、こっち、ここで、イベルタルにダイマ切んないのがもったいないって話があるんだけど、まあメタモンでゼルネアスパクった後にダイマ切るわけだから、まあそれでいいかな。で、ゼルネアスをパクった、こっちのメタモンをさらにメタモンでパクり返されるのは、なんか、ナットレイなんとかなんじゃないかな。こういうことを考えるとあれか、ナットレイは、HD にするべきなんだろうけど。いや、じゃあこれ、弾と、やけどで結構削れちゃうけど。メタモンいるとあれだな、表の最初に投げる、禁電ポケモンをさ、多少、雑に扱ってもいいんじゃないかっていう。いや、雑に扱っていい場面ももちろんあるから、なんか精神的にはいいんだけど、いいんだけど、良くないことも起きるね。そのプレインが雑になるっていう。フェアリオーラー。で、まあ、積んでくるでしょ。ね、ラプラスとジバッコはナットでいけると思っていて、で、ゴリランダーに対してはイベルタルで本当は戦いたいんだけど、ゼルネアスをパクってこっちが打ち返せるんだったら多分大丈夫なんだよな。だから、こうイベルタル、雑に動いて良さそうだけどね。で、スイングとかで。相手ここ多分、あれだね。積んでくるとこだと思うけど。オッケー、結構入る。だいぶ回復すんじゃない?すげえ回復した。やべ、殴りながらこんな回復すんの、えぐいな。ジオコン。まあ、数的有利取ってるから。いや、ただこうナット引きたいな。ちなみに、ちょっとダメ消していい?ナットでどんぐらい頑張れんの?ゼルネアスに。本当は、選出前にこれを理解しておくべきなんだけど、C がプラス2で、なあ、ムーンフォン2体しないんだ。D に踏んなきゃダメだな、やっぱり。身長 HD とかだと。それでもムーンフォンあれか。まあ、残盤込みなら確定台か。ただ、ダイマ切られた時のこと考えると、まあ、それを処理ルートとするのはちょっと無理があるから、まあ、こうイベルタル切っちゃっていいかな。ダイマ切ってくる。ラストが地箱の、じゃないんだったら、ここナット投げて、
時間稼いで、ダイマからしてからこっちのメタモンで切り返してラスト1体にダイマで潰すっていう動きを取りたいんだけど、あーまあここのあれか、メタモン投げで技確認できるからまあそれでいいか。できればダイマックスを枯らしたいんだよな。いやまあでもゼルネアス引かれるんだったらさ、それでいいわけだから、まあ、とりあえずメタモン投げるのはメタモン投げるでいいと思うんだけど、この技とか覚えんのかなこの人。パクってパクって特性もパクれんのえぐいな。技何持ってんの。ムーンフォジオコン雷ラスカか。あー千箱に打点があるわけじゃないから、ウォール切って、いやこれ多分ねナットで一回透かしに行く動き取った方がいいと思うよ。ここそうだよね、絶対スチル打ってくる場面だから、そうこれでいいと思っていて、それでもこんな入んのか強っ。バグでしょこれ、なんでこんなこいつ強えんだよ信じらんないぐらい強かったけど、ここちょっとダメゲーするか。多分 C は特化なんだよな、ゼルネアス。で、僕もナットでは D には振っていないため。あ、ムーンフォース乱数か。乱数か、むずいな。ヤドリギがいいんじゃないか、ただ。大フェアリー。あ、じゃあ大フェアリーだから死ぬんだ。まあ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 、これはまあ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 。まあ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 、まあで。D が2段階上がって C も2段階上がってるから。いけないっすかね。半分ちょっとか。まあ、スカーフだからこっちが打ち合いには圧倒的に強くて。いや、これいけるな。多分。乱数だけど、ここ突っ込んだ方がいいよな。普通に。ちょ、落としてね、お願い。いやー、耐えられており。待った、なんか相手の方が。あ、そっか。メタモン、そうだ。ヒットポイントはパクれないから。しょぼいんだよね。まあでもダイマ切れるからラストで C と D2 段階ずつ上がってるから勝てるんじゃないかな。ラストなんでも地箱がちょっとうーんって感じだけど、ちょ頑張ってほしいね。頑張ってほしい。もうそれしかないわ。ゴリラはいけんじゃない。助けやめろよ。まあこれでダイマ切っていいと思うけど、いやーこれだったらさっきのターンダイマ切っとくべきだったな。まあ、言っても仕方がないのでフェアリーでいいよね。タスキとかだと困るなタスキじゃないことを願うんですけど、ちょ本当にタスキやめてね。物理型だからな。 D 上がってんの別に関係ないんだよな。チマキグラスらは耐えんじゃない。 OK、 これはハチマキでしょ。この動きはいいね。メタモンでパクって切り返すの楽しいな。普通になんか楽しいわこのゲーム。勝ってるから楽しいって話はあるけどね。じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これはさどうなの、イベルタルで見れるのかな、あの黒い方のバドレックス。特殊型だからラッキーで見たい気もしなくもないけど、どうなんだろう。あ、イベルタルを投げ、いやだイベルタル投げないの話にならないから、イベルタルを投げて
バンギー大使一応気合い玉あるから、コゲコ、まあコゲコも含めてたらラッキー引きでいいよな。ただコゲコの壁展開からギャラとかってくるルートは鬱陶しいか。そうなるとメタモンを投げておくっていうのは一つ選択肢にはなるな。リベルタルラッキーメタモン、あー、まあ、ただバンギとフリ対面作った時に何をするかって話で、まあドヒドなりヌオなりナットなりがいた方が引けていいんだよな。いや、コクバドレックスをね、イベルタルでいける前提なら、いやー、まあそれで、まあイベルタルから入るか。で、メタモンを置いていいかな。壁展開やった時が鬱陶しすぎるから。で、ラストに、あ、ナットでもいいか。コケコ考えると。ナットでいいね。まあ、ウィンディは多分、舐めていいんじゃないかな。でも、ナットギャラに別にそんな弱いわけじゃないから、ラッキーよりは多分強いから、まあ、なんかしら。いやー、ただラッキーに引いてない、裏にデンジャー通す動きも強いんだけどな。イベルダルは別に早い方じゃないから、デンジャーのサポートあるだけで全然違うんだけど、バドレックスから来た。いや、さすがに引くよな、ここ。引かないってあんのかな。いや、悪4倍でしょ？こっちが大魔切ってた時さすがにエグすぎるから引かないってありえないと思うんだけど。気合玉打つわ。まあそうだよね。バンギーいる意味ねえもんな。ここで引かないんだったら。こう結構、まああったらデスウィングかましたかったけど。まあ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 、まあ、ただこれは、ここバンギー引かないんだったら、まあバンギーはおそらくいないと思っていいね。気合玉当てても当てなくてもまあ。当てるのは偉い。2試合連続で当ててるね。ちょっと削れる。まあ、ナット引きかな。壁だったらそんなにきつくないけど、ボルチェンが苦しいかな。だからまあ、ヌオ引きまでかん、いや、ヌオ引きはね、ヌオ見てから草結びでいいんだよな。だから、まあ、地面タイプワークとしては、草結び持ってる相手には、あんま地面タイプとしてカウントできないけど、10万ならよくて、これは全然よくて、でまあ宿り入れる形で良さそうだけど、でコケコはまあおそらくメタモンでもいけるでしょう。ラストだから、まあ、ちょっと削ってもいるしね。だからまあまあそんなに恐れることもないんだけど、なんかやっぱあれだな、受け駒がさ、そのナットレって実は全然受かってなかったりするんだけど、まあ、その、禁電ポケモンを入れるから、で、メタモンも僕入れてるから、割となんかその、切り返す駒がいたりするから、受かってはいないけど、まあ、そこそこいけるぐらいの駒がね、それなりに採用できるっていうのが、いいっすね。ここ当ててほしいんだよな。ジンバ一体かっこいいな、マジで。リョフみたいだよね、なんか。オッケー当てる。なんかさ、その、三国志ってなんかジンバ一体みたいな感じのやついっぱいいるじゃん。あれみたいになんかかっこいいよな。全く肉体的にこのバドレックス、ひょろがり、見た目ひょろがりだけどな。むしろなんか、ブリザポスはさ、ブリザポス？氷の方？ブリザポスか？あれはなんか、あいつ自体がもう化け物な感じはあるけど。ねえ、これバンギーないから、レイスポスパクって切り返す動きが多分、えぐい強くて、大魔金ないとこナット多分殺されないだろうから。まあ守るからでいいか。一回。積み技とかあると鬱陶しいけど。まあ、積んでくるなら積んでくるで。メタモンでパクるから、いいかな。で、ここね、アストラルピットってさ、なんか専用技の威力高いゴーストのやつだよね。100とか120ぐらいあるさ。デメリットなしの。ゴーストタイプの技って、その、なんていうの。一貫結構取れるから強いんだけど、技が、シャドーボールとかで、技自体が雑魚っていうさ、あれなんだけど、こいつは違うからね。引いた。誰？立ちふさぐま。叩きに来たかな？あ、ここジャイロでちょっと削れるのも割と美味しいか。これナット無双じゃね？ナットガチ無双してんじゃん。まあ、叩かれて、ジャイロ決めて、
まあ、はたかれるならイベルタルでいいか。納豆が相手の裏2枚に結構、それなりに通ってるから、そうだったらまあ、コケコにあんま強くないイベルタルを先に、捨てるぐらいなノリで、すり替え、納豆で、あれだね、変な技でこだわるより全然マシで、だから火炎玉もらったのは、正直鬱陶しくて、まあ、イベルタル特殊型だから、これには困らないんだけど、コケコ出てくるんかな。まあ、回復も兼ねれるし、デスウィングでいいか。タムいけるよね。タマないけど。オッケー。つえ。イベルタルがつえ。そしてかっこいい。アクタイプっていうのはね、いいね、なんか。悪い。悪いのいいね。なんか悪いもの僕なんか好きなんだよな。悪いものが好きってなんか、うん?って感じだけど。ね、ここどうしよっかな。コケコに対して、まあ、ダイマ切っても全然悪くはないんだけど。ここ悩ましくって、ナットに引いてボルチェンをされて、レイスポスが出てくる。で、ナットが死ぬ。まあ、ストラルピットなんかを次食らって。で、メタモンっていう動きよりかは、ここダイマックス切っちゃうのがいいのかな?ダイマックス?ああ、まあまだ引いていいか。普通に。で、そうなんか悪いのが好きっていうのはさ、そう別に、なんか、犯罪者が好きとかそういう話じゃないよ。だからなんかさ、なんて言うんだろう。プロレスで言うなんか、ヒール役みたいな。ああいうの結構、なんか意外と好きだったりするよね。ちっちゃい頃さ、アンパンマンって見るじゃん。あれでなんか、僕は、バイキンマンが好きな子供だったっていう話を、親から、聞いたんだけど、なんかそうなのかなみたいなね。でも悪いことしようって僕は思わないけど、まあ、その話はどうでもよくて、これ宿り気でいいね。まあボルチェンで引くにしても、10万で突っ張にしてもまあまあまあいいでしょう。まあ、これは良くないけど、まあ、まあ1回ぐらいは許してやるよ。いやあとねこれなんかあった時にね、そのサイクルが死んだ時にね。まだ即負けないっていう、そのメタモンで、まだ切り返せるっていうのが、精神的にすごくいいんだけど、それだけでなんか、うん。その、まともな気持ちでゲームが遊べるわ。いやー、これでジャイロ押してさ、いや、それで、スカーフでパクったらもう圏内まで行くから、まあ、動くんならば次ジャイロでいいか。コケコ削れるなら削れるで、イベルタルで突っ込めるし。ジャイロで。まあ、言うてたらこれカジュアルマッチだからね、敵がそんなに、多分、竜王戦、その来シーズンからのルールを意識した構築を組んできてる人も結構いるけど、まあ、その人たちが果たしてどれくらいさ、強いかっていうのは、まあ、今でもカジュアルマッチやってるわけだから、今シーズンを捨ててるわけでしょ。そんなに強いはずはないと思う。こういうこと言っちゃいけないけどね。わかんない。ただ、その果たしてそう、そのどんぐらいの、あれなのかがわかんないから、ゲルブ別名ザコ狩り構築だからね。急所これ。でかっ。急所ないよ。ああ、ま、こんなもんか。さっき入ってないっけ。まあ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 。てかね、こいつめっちゃ早いから、ジャイロがクソ入るんすわ。あ、待って、ここナット死んだ方がよかったな。こいつをパクんないと、あんま意味なかったよね。ちょ、ナット死んでくんない?ねえ、なんで。生き残っちゃうかな。残っちゃうかなぁ。なぁ、微妙に生き残ったんだが。しかもフィールドも張り直す、ちょ、待って。ナットレイもっとなんか適当なゴミみたいな動きするべきだったわ。ミスった。お前なんで生きてんだよ、マジで。ちょ、なんでさぁ、もう、ちょ。お前 D の個体値下げてやろうか?マジで。嘘だけど。まあ、守って、相手こう10万でいいよくて、ただ守れば次の10万おそらく耐えるんじゃないかな、宿り木込みで。だ、宿り木が入るか、ダイマ切ってくるか、みたいな、ノリができそう、なことはないか。
で、この後、イベルタルとか投げて変にタクをやるのも、バカらしいよな。ちょ、これ耐えんならこれも耐えろよ。そんなわけはなくて、ちょ、やばい。あいつパクんなかったのガチ失敗した。まあ、メタモン引くか。エレキフィールドを切らしてもらって、いやー、ちょ、メタモンでこいつを貫くノリじゃないと無理だな。あのね、ジンバ一体の方のバドエックスのあれをパクると、S がめちゃくちゃ早いから、あれあったんだけど、こいつの強さ見るか。あれ？能力ってもしかして見れない？技構成しか見れないか。困ったけど。どうしよう。大フェアリー打つか。ああ、ダイアタックでいいじゃん。これで相手ダイマ切ってても、切ってないならダイアタックがまあまあ入る上に、ダイマ状態で次、ダイフェアリー打ち込める。で、最悪この打ち合い負けても、ダイアタック入れとけばイベルタルで、しょれるみたいな。相手の技に助けられてるね。石灰入れてんの面白いな。まあまあ、先制技。だから、まあ、何かしら入れる理由が、あれそうだけどね。先制技がそうなんか、適当に入れてるとかってわけじゃないんだろうけど。まあさ、そんな左右率高い技じゃないからな、これ。明らかにプレミなんだよな。さっきの、バドレックス対面で、ナットで、ヤドリギ連打して、ナットが死んで、メタモンでっていう動きしないとダメだから、よくなかったんだけど、あと、早いポケモンパクるとさ、その、裏の、相手の裏の後続の遅いポケモンに対して、ね、上から動けるから、非常に強いんだけど。まあ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 、これで、アタック入れて、S 落として、フェアリーで、まあ切って、打ち勝てるならそれはそれでよし、打ち勝てないのであれば、イベルタルで、詰めるみたいなノリでいいんじゃないですかね。まあ、悪波半減とはいえ、コケコ別に硬いポケモンじゃないから、いけるでしょ。で、メタモンにダイアタックを打ってくる分には構わないかな。フェアリー。まあまあまあ、パクってるからな。ヒットポイントがペライ分、まあしゃあないんだけど。フェアリー、先に、ああ、そうか、S 下げてるから先に動いていて、落ちるならよし。まあ、じゃあまあ、どっちみち勝ちかな。オッケー。いいね。メタモンちょなんか、いいわ。気に入ったわ。じゃあ、GG ってことでね、お疲れ様です。